こんにちは、クリスピーチと申します。今回はヨッシーツアー前半戦キノビーチカップのベストスコアの動画になります。前半戦の動画を上げることができなくてすいません。新学期に突入したこともあって僕自身バタバタしちゃって走り込みはしたんですけども、動画を出すことはできない感じでしたね。これからはできるだけ毎週投稿できるように頑張ります。それではリーグの結果を見ていきましょう。後半戦の結果はこちら。はい、2位でした。後半戦はカスタムが揃ってで1位取れると思ったんですが、10万点超えがいた関係で惜しくも2位で終わってしまいましたね。しかも前半戦も2位だったんで、キングテレサミースーツがゲットできなかったのは痛いですね。今後のツアーで再登場したら必ずゲットしておきたいね。今週のリーグの上位報酬もミースーツからだったと思うので、取れるところだってスコア調整したいね。今週はこちら、ヨッシードが1のピックアップの新キャラがコインボックス持ちということで、僕自身コインボックスコレクターということで、ゴールドヨッシーが出るまでお顔を引いてみました。ということで最初の10連、いや最初は緑きついな。ドライブスピッツ、ベビーピーチ、ピストンカイト、ベビーリージ、クッパシップ、まあ、ルビーは大体100年以上持ってるのでそこに眠っていないことだけやりたいかな。パラシュート、ウェンディ、パラホイ、いやー全部ノーマルはきついな。では次20連目引いていきましょう。いやさすがに20連目は金だよね。オッケー、さすがに金だね。レミー、おお、イースターバニーか。まあ未所持ならいいんじゃないかな。ダルポット、ウェンディ、あー2連続ウェンディか。でロイ、レベル6になりましたね。キノピオ、あこれもレベルアップか。ドライブキッズ、ベビーデイジー、あこれで終わりか。ウルトラエア1個なら、まあ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 まずまずって感じかな。次で引けたらいい方なんだけど、どうかな。30連目引いていきましょう。オッケー、今のところ順調ですね。ジュゲム、黒ヘイホー、星振ってからの、よし、オッケー、来ました。最初の星でゴールドヨッシー来ましたね。いやーマジこれはでかい。ベビールイジ、クッパ、おおまたウルトラレア、あこれも未勝利だったな。これで全部かな。無事にゴールドヨッシー引き当てることができました。前半戦はこれでね戦いたいと思います。ルビーも結構残ってるので次のボックスケアが出た時のために取っておきます。それでは本編の方どうぞ。はい、ではまずはヨッシーバレーからやっていきましょう。でね、早速ガチで引いたゴールドヨッシー使って走っていきましょう。このコース分岐がめちゃくちゃ多くて一番高得点取れるルート探すの大変でしたね。まずは最初の分岐で右行って左取り入れつつもう一回右行きます。ジャンプアクション2回とコイン2枚回収できてアイテムボックス1つ多く割れます。全部のルート走ってみたけどやっぱり右2回行くルートが一番稼ぎますね。アイテム割ったら右取りですぐ左取り、右取り入れてハーフパイプとスペシャルトリック入れて、おお画面バグってるな。このコースバッチ厳選しっかりしてるんですけども、分岐のとことか
ハーフパイプ入れてるとすぐ抜かされるのですぐ打開しておきたいですね。おお、キノコフィーバー出る。ここで出たのは強いんだけど、あーコインが全然取れない。まあまあまあ、2ラップ目は抜かされるのは危ないのでミニターボを2回入れたら最初の分岐で左、次の分岐も左、一番速いルートがこれなのでマルチだったら強いかな。右取り、壁ゴン入れてジャンプアクション入れてアイテム割った後解放して左取り、 OK、 コインボックスフィーバー出てくれた。ここでフィーバーが出たらハーフパイプわざと鳴らずにミルクカーブしてコイン多く取っていきたいですね。ミニターボ2回開放して、ここのコイン取れなくてコンボ叩いちゃったんですが、まあまあまあ、まあ、はい、バナナフィーバー出てくると、ね、でこうやってできるだけ後ろにバナナ置きつつコインしっかり3枚取ってフィニッシュです。箱単発はなかったんですがフィーバーが3回も出たんでこれをベストスコアとしておきます。はい、では続いてデイジーヒルズ RX やっていきましょう。このコースもゴールドヨッシー使えるので高得点目指してやっていきましょう。まずはジャンプアクション3回でパイロン5つ割っていくんですが、はい、早速コインボックスフィーバー出てくれたんですけど、それは美味しいんだけど角打ちはコイン落下してもったいない。初手のコインボックスフィーバーはあんまり強くないけど何も出ないよりはいいかな。でジャンプアクション2回とコイン取って右取り、左取り、右取りで内側の枝でジャンプアクション左左ですぐ右、右は垂直に飛んでコイン2枚とその奥のジャンプ台でジャンプアクション入れられますね。アイテムでコインが出たらしばらくしてターボ解放、ジャンプアクション3回乗ったらタンパク出たのでここで使います。でパイロン、ああ1個逃した。アイテムで赤コアラ避けようとしたんだけど間に合わなかった。まあまあしょうがない。ああここでサンダー振ったか。右取り入れてコンボつなげていく。アイテム取った後に解放しては、はい、バナナフィーバー出てくれたんですけど、ここでコインボックスフィーバー出てくれたら強いんですけれどもね。でここも運悪く土下座を食らったんですけど CPU がバナナに被弾して、でまだコンボついてますね。バナナ避けてミニターボジャンプアクション3回入れてフィニッシュです。コインボックスフィーバーとバナナフィーバー箱単発に1回出てくれたんでこれはいいスコアじゃないでしょうか。はい、ではラストメープルツリーハウス X やっていきましょう。このコースはリーグに何回か出てるので適性は揃っています。このコース本当はネコクッパを使うのが一番いいんですけども、自分が持ってるネコクッパだとポイントブースト的に280アクションぐらい引き出さないとハイスコア出ないので、今回はレベルが高いハロウィンピーチ使ってます。このコースはアクション数が稼ぎやすいので200アクションなら簡単に越せちゃいますね。というわけでやっていきましょう。初手と3回目のアイテムでコインボックスフィーバーが出ちゃうと、で、はい、コインフィーバー出てくれた。グライダーに乗ってる間コインが落下してほとんど回収できないので厳選が難しいコースでもありますね。コインボックスフィーバー使ってる人はここでコインボックスフィーバー出せるとベストかな。ここハーフパイプ乗るときコイン4枚取っておくのがベストですね。この辺は難なくコンボがつながる。でここの気球は後ろが近いときに無理にアクションいなくてもいいです。でここの気球は後ろが近いときは無理にアクション入れなくてもいいです。すぐ抜かれてしまうので CPU と結構差がついてる場合はまあ5、6回は入れておきたいですね。2ラップ目もジャンプアクション入れて遅めにターボ解放、はい、またまたコインフィーバー出てくれた。コインボックスじゃないければ初手コインフィーバーが強いですね。枝も全部乗ってコイン取って左側でジャンプアクション2回しっかり入れる。赤コーラ当たったけど着地地点の落ち葉につながってますね。ジャンプアクション2回
ジャンプ台の前でターボ回をハーフパイプ入れてコインも2枚本当は気球ジャンプアクション入れたいけど抜かされるので今回はスルーします。ジャンプアクション2回グライドキープで落ち葉に当たってフィニッシュです。アクション数自体は200超えなかったんですけれどもコインフィーバー2回出てくれたんでこれはまずまずなスコアなんじゃないでしょうか。ということで今回はこの辺で終わりにします。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。